火事があったのは喜多方市高里町峰の空き家で、消防などによりますと、昨日午後10時半ごろ、集落で家が燃えていると近くを通りかかった人から消防に通報がありました。火はおよそ6時間後に消し止められましたが、空き家など3棟を全焼しました。この火事によるけが人はいませんでした。また昨日未明には現場から4キロ離れた山林で下草などを焼く火事がありました。いずれの場所も火の気がないことから、警察は不審火とみて関連を慎重に捜査しています。